ね、高いところはな。そうか、じゃあまた暗い中での戦いはどうだ。俺暗闇は得意だな。暗い中にな、虫をバチバチって電撃で殺すやつがあるだろ、あれを置いて戦うんだ。電撃。ちょっとやっぱりターザンを飛びたいに、そのなんていうんですか、デスマッチを怖がってやってる選手出てくると、やっぱりデスマッチはうまくいかないんで、そういう意味ではまあ人生ミスかなみたいな感じの試合ですね。怖がってるっていう感じだった。だ一回も近寄らないで終わったっていう選手がいるとです、試合自体もまとまらなくなっちゃいますね。絶対に使わないっていう姿勢でやられるとやっぱり。仕掛け的には。仕掛け的にはもうちょっと面白くなったんじゃないかなっていう悔いはありますね。あの電気を電球なんかと違って電気を目で見えるように表現したデスマッチだったと思うんで、そういう意味ではちょっと惜しまれるデスマッチかな。よしいきます。もっとよくするとすれば、どんなアイデア、今もし見てる。いや、アイデアというか、もう試合内容というか、そうですね、まあ、内容次第ではいいレベルまで持っていけたんじゃないかなという後悔があるっていう意味なんですけど、ね、こうあんまり関係ないところで戦いすぎる試合だったんで、まあね、